ットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。トラブゾーンスポル、前回負けています。そして今日は敵地へ乗り込んで戦います。この時間はスペインリーガ・エスパニョーラ、マラガ対トラブゾーンスポル第8節の模様をお送りいたします。さあ北澤さん、何でしょう。トラブゾーンスポル、今日はアウェーに乗り込んでリーグ上位のチームと戦うわけですが、振り返ってみると実はアウェー戦では成績がいいんですよね。そうですね、アウェーでも何ら変わらず調子は落ちないっていうことでしょう。相手にとったら嫌なデータだと思いますよ。トラブゾーンスポルとしては今日も飛ばしてくるでしょうね。さあキックオフまであと少しです。さあ笛が鳴りました。本日の主審はクラレンス・スミスさんです。チェック、守備陣と交錯です。抜けない、素晴らしいプレーだ。ここはディフェンスされました。ギレッチャ、アルネンダー、しかし追いかける通り、さあ右サイド、さあ正面だ、キーパーしのいだ。さあマラガ、本日最初のコーナーになります。マラガチャンスです。正面を狙ってくる、決めた、ヘディング、前半開始早々マラガまずは先制ゴールを挙げました。開始早々いきなりの1点、あと1点でゴールランキングトップに並びます。大歓声が響き渡ります。最初のコーナーキックをものにしていますね。しかしね、少しまでバッチリ合いましたね。マラがいきなり1点を先制しています。さあこのボール、さあ競っていく、チェック、一旦下げます。さあ前には2人、いいところです、強い、さあ通ったぞ。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。後ろからのマーク、しかし追いかける右側、追いかけるディレッチャ、おっと、おっと、なんか誰もいませんよ。行くか、このボールつながる、さらに前線バック、ここでリターン、よく守ります。折り返せるか、ボールのクロスはどうだ、流し込んだ、これを決めることができません。しかし今のシーンは決めたいところでしたよね。トラブゾーンスポル、大事な同点のチャンスでしたが、ここはゴールなりません。また一戦、さあこのボール、さあトラブゾーンスポル、もうあっという間に追う状況へとなってしまったわけなんですが、いかがでしょう。もう1点取られてしまうときつくなりますから、しっかりボールポジションして丁寧にいった方がいいですよね。そうですね、アポン左に展開します。追いかける、さあこれからだ、チェックに行きます、そのままシュート、ゴール、いや、やりましたね。2点目、前半25分です。マラガこれで2点差、ゴールネットの右隅を揺らしています。これがシーズン6ゴール目になりました。いや、ラインの裏をきれいに取りましたね。そうですね、いい
ボールも入ってきましたからね。さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいている。バラーとしてはうまく流れに乗ったという感じでしょうかね。はい、しかしここで差を縮めておきたいトラブゾンスポル。しかし追いかける、おっと、ボールを奪われています。トラブゾンスポル早くも攻守が変わっています。マラが、しかし追いかける、あと少しで前半の30分が過ぎようとしています。ディレッチャ中盤担当、トラブゾンスポル、この時点で2点の差をつけられています。でもこう何と言いますか、うまくパスはつながっているんですよね。そうなんですよね。だからなおさら小さいミスといいますか、そういうものがものすごくもったいない感じがしますよね。いいですね、厳しいディフェンス。下げていいワンタッチだ。チェック、後ろからのマーク。北澤さん、トラブゾンスポル、さあ35分が経過しました。現在2点差を追っています。少し前から比べると相手に中盤を支配され始めているように見えるんですが、中盤を支配されてしまうとやられてしまいますからね。もう少しプレッシャーをかけた方がいいんじゃないでしょうかね。ここで激しいチェック、お、いいでしょ、また戻す、サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。マナがここからの攻撃になります。一人で駆け上がる、強いシュート、ゴール、素晴らしい。前半終了間際、マナが引き離します。これでハットトリック。この辺の積極性がね、素晴らしいですよね。そして今のゴールが通算7点になりました。スタジアム中が大歓声で揺れています。先に2点リードしましたから、ますます戦いやすくなりましたよね。さあマラが大きな大きな3点目を入れました。トラブゾンスポル苦しくなってきました。ああ、いいカットですね。そして前線、ジュリオバチスタ、おっと、狙ったボール、キーパーパンチング、ゴール。ちょっとどうしたんでしょうかね。前半も残りわずか、マラが堂々目となるゴールでしょうか。的確な判断力が光ります。全得点の全てが彼のゴール。でもね、今のはうまく決まりましたね。そうですね。さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。しかしうまく決めました。さあマラが4点差をつけています。マラとしてはもう安心できるスコアですよね。もう4点差ですからね。フリーキックです。トラブゾンスポ苦しい状況です。おっと長い笛、前半が終了します。トラブゾンスポ前半押されていたようにも見えたんですが、どうでしょう。はい、後半に入るこのハーフタイムでなんとか調整してね、流れを取り戻してほしいですよね。そうですね、まだね、分かりませんよ。そうですね。では少し振り返ります。さあ後半スタート、エンドが変わりまして、向かって右のエンドから攻めるのがマラガ、反対側左のエンドからがトラブゾンスポル。アポル前線へ、果敢なディフェンス。ここからのフリーキック、ヘッドでの競り合い、一旦はたきます。
トラブゾーンスポット決定力の差が現れています。チェック、いいところ、ここへいます、決めた、右足、後半開始早々マラガ決定的なゴールになるのか。これで今日5ゴール目、非常にいいですね。今日全ての得点を叩き出しています。ここはね、見せてくれましたよね。そうですね。さあ画面にはリプレイが出ています。なんと言いますか、うまく前につながりましたね。はい、5対0、ちょっとこの点差は予想していなかったでしょう。それにしても素早い展開から見事に決めてくれましたね。一瞬の隙というのは怖いですよね。ダイレクト、クロスバーわずかに上。いやー、北澤さん、スルーパスからもう決まってもおかしくないシチュエーションでしたね。うまく抜けたんですけどもね。いいボールですよ。アルメンダ、細かいボールの奪い合い、アルネンダ、ディレッチャ、チェックきついですよね。ジュリオバチスタ、今のところ2本のシュートを打っていますが、ゴールにはまだ至っていません。チェック、これは合いませんでした。中へボールが入ってきたんですが、落ち着いた守りを見せています。誰も中にいませんでしたからね。後半の15分に差し掛かりました。あっと、タイミングが合わない。どうだ、通らない。ジュリオ・バチスタ、誰が前線に待っているのか。強いチップキックでのシュート、この位置からスローインに変わります。いくか、後ろへ預けた、惜しいところまで行ったんですけどね。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。これは奪われます。チェック、トラブゾーンスポット、ちょっと相手になりません。右、ホアキン、抜けますよ。ボールは渡る、うんと動いたか、一人上がっています。バックチェック、トラブゾーンスポット、非常に難しい試合展開になっています。こぼれ球、よく守っている。バック、ここで交代させます。離れていく選手についてなんですけど、こう見てますと結構触り気味なところがあったんですよね。まあ振り回されすぎというか、そういったところかもしれませんね。そうかもしれませんね。細かいボールの奪い合い、あともう少しでしたね。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。トラブゾンスポル、必要に攻めているんですが、まだ及んでいません。右サイド、さあこれからだ。フォローが欲しい。サイドから行く、アジート、もっと空中での競り合い、ああいう局面でも落ち着いていますね。タイミングいいですよね。チェックが入りました。さあこのボール、中に一人いる。トラブゾーンスポット、帽子一方になってきました。いい形で切り込んでいったんですけどね。さあ動きが速くなる、展開入りになってきましたね。柔らかいボール、こっからでしょ、シュート、ボールはサイドネットへ当たりました。
ローの意気込みが感じられるシュートを放ってきました。惜しかったですね。ここで選手の交代があります。右にモンレアル、ディフェンダーとしてプレーします。さあボールが抜ける。トラブゾーンスポット一矢を報いたい。さあ後半40分を回りました。マラガ、まあこの状況を見るともう安全圏に来たかなとも言えませんか。どうでしょう。いやでも選手はこれまでかなりプレッシャーを感じてきてましたからね。ここで消極的にする必要はないでしょうね。なるほど。クララン、ホアキン、チェック、駆け上がっていく。厳しいディフェンス、チェック、クララン、いい守りを見せました。もっとヘッドでスリアン、中へボールが入ってきたんですが落ち着いた守りを見せています。かろうじてクリアしました。上が鳴りました。5対0、トラブゾンスポル敗れました。勝ち点は得られません。しかし北澤さん、今日の試合どのようにご覧になりましたか。そうですね、差がついてしまいましたよね。